皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。今回も青鬼オンライン5周年の塔をやっていきたいと思います。さあ、このスキン、ハデスのスキンだったらみんなわかる人もいるはずだ。行くぞ。この4階ステージ、拡散弾や敵には要注意。鍵を集めてトーストしよう。さあ、ここね、なんだっけ、あそこのカニのステージだよね。カニがいて、そのステージなんですけども、結構グッズないんだよね。で、そこんだちゃーん。久しぶりだから僕全然わからないよ、サザエ。こっから、このダンジョンの説明をしてくれないかな。ひとまずここで鍵をやって、この青鬼をスルーするよ。さ、家族、もう一回やっていこうか。あそこのところに意外と拡散弾が近いところで来るんだよね。ここでうまく避けたいんだけど、避けられるかな。ビャー、うまい。さあ、ここの下の銅像もしっかり避けていこう。意外とこの雷も注意していかなくちゃいけないぞ。危ない。フグダ君、マスオ君、フグダ君、違うね、アナゴ君だね。アナゴ君、これは本当に危ない。あまりにも怖くて声が出せなかったよ、サザエ。もう一回やっていこうかな。あ、危なかった。今、トゲの上に、トゲが出てるのに乗っちゃったっていう感覚があったよ。怖かったよ、サザエ。さあ、こっから、ムグ。恐ろしすぎるよ、サザエ。さあ、こっから拡散弾が来ると僕はもう避けられないからね。あー、きつい。よいしょ。さあ、こっからどういう風に来るのかな。いいよ。はい、いいんじゃないだろうか。で、ここで危ないよ。ここで本当はこう行きたいんだけどね。よし、いいよ、うまく6つ。フグタ君、今の完璧に避けられると思ったでしょう。その人生甘くないんだよね。ブラー。本当のことでもう一回やっていくっちゃ食べて危ない。ここに行って、今のところ、そのまま2体が、拡散弾に当たってたね。さあ、こっちやって、左右ここ取るよ。そして、ここ危ないんだよね。危ねえ。本当に危なかった。さあ、ここ無理していれば一応いけたかもしれないけど、ここは用心して一回立ち止まるよ。人生っていうのは必ずしも歩き続ければいけるもんじゃないよね。あいたちで。さあ、そして一応いつでも逃げられるように、ここいいよ。オーイエー。そしてここで待って、一回待って、ここだよ。ここの出入り口のところに通せんぼされるから、マジで気をつけないといけない。さあ、ここであと1つ。終わりだね。まだだね。オッケー。で、あともう一個。あともう一個、なんか、こっちの左右に当たず。ここさえ終われば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 。レバー、レバー、終われば危ない。さあ、一回ね。一回ここの上を。そう。ここをスルーさせて。ここのステージね、今までのコラボのステージで唯一期間中にクリアできなかったステージだから、マジでリベンジはしたい。危ないね。さあ、ラスト1個だよ。このままクリアしたいな。みんなに上手くなった姿を見せてやりたいんだよ、サザエ。さあ、サザエにもアワビはある。危ない、やめろ。よし、はい、ありがとうサザエ。僕大変嬉しいよ。オッケー、メオハデス、ゲッチュー。やったね。いや、なんか上手くなってるな。なんか前回の回もそうだったけど、すごい手こずった回をすごく綺麗にスパッといけれるようになったよね。オッケー、こんな感じで最終回やっていきたいと思いますので、ぜひぜひまた見に来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。